今回は始まる A 列車で特急列車を走らせてみる動画です。特急列車といえば、各社様々な車両が運行されています。運賃だけで乗れたり、窓がでかいなど、種類は様々。これら全てに共通するのは、停車駅が少なく、早いこと。例に出した特急のように、停車駅が少なく、目的地まで早く移動できる列車を、今回始まる A 列車でダイヤを組んで走らせよう。というのがこの動画の趣旨となります。それでは特急列車のダイヤを組む。その前に、準備を行うことにしましょう。特急列車のダイヤを組む前に行う準備は、非常に重要です。なぜなら、車両の性能を決めなくてはならないからです。今作では、車両の種類によって性能が決められています。特急列車は全て最高速度が高速。なるべくダイヤを組むなら、この特急列車と最高速度が同じ、高速の車両を選んだ方が楽です。下にある加速性能も、統一するとさらに良いですね。なので今回は、特急列車と同じ最高速度である、改良型近郊列車が走る路線に、特急列車を走らせたいと思います。加速性能も同じですし、これならダイヤも組みやすそうですね。ここでポイントをおさらいします。準備はこれだけです。次からはいよいよダイヤを組んでいきますよ。それではおさらいも済んだので、早速ダイヤを組んでいきましょう。今回はダイヤを組むにあたって多くの人が採用していそうな、環状線を用意しました。この全6駅の、全線複線の環状線を用意しました。この路線で特急列車のダイヤを作成していきます。ダイヤ作成の前に、各駅の簡単な紹介をします。A 駅は、3面4線の、大きな駅です。ターミナル駅と思ってください。次は B 駅です。2面2線の小さな駅です。隣の C 駅も、B 駅と同様の構成の小さな駅です。D 駅は、A 駅同様3面4線の大きな駅です。こちらもターミナル駅だと思ってください。B 駅は2面2線の小さな駅です。B、C 駅と同様の構成です。F 駅も2面2線の小さな駅です。駅の隣に、G 車庫があります。以上がこの環状線の全駅となります。この環状線に今から特急列車を走らせます。特急列車は、このパノラマカーみたいな車両を使用します。赤いので、上から見ても目立つと思います。さて配置する場所は、F 駅のあたりにしましょう。ちなみに駅に配置しても、車両は停車せずに通過するので、注意してください。さてまずは停車駅から考えます。運行計画を開きましょう。運行計画を開いたら、一番上の営業路線を選択します。そこから停車駅などを決めます。運行計画が開きました。まずは停車駅を決めましょう。今回は3面4線の A 駅と B 駅を特急停車駅にします。理由は駅がでかいから、停車しない駅は、通過設定にします。A ボタンで選択し、発車条件を、通過、にします。これで営業時間内にこの特急列車は、B 駅の1番線に停車することはありません。他の通過駅も B 駅同様に、通過設定にしましょう。時間があるので、ここでよくある質問に答えます。特急列車のダイヤを組んだら、前にいる各駅停車に追いついてしまいます。どうすればいいですか？答えは、各駅停車を撤去して、特急からダイヤを組む。基本的に特急列車など、通過駅がある列車は、先に組む方が楽です。今流れている動画でも、各駅停車を全て撤去した上で作業しています。さて通過駅の設定もできたので、特急列車の動きを見てみましょう。B、C 駅を通過し D 駅に停車。E、F 駅も通過し無事に A 駅に戻ってきました。これで環状線を走る特急列車は完成です。しかしこのままでは各駅停車が追いつかれてしまう環状線になってしまいます。なので次は、各駅停車も安全に走れるようなダイヤを組んでみましょう。というわけで各駅停車も安全に走れる特急列車のダイヤを組むのですが、先ほどの質問コーナーの回答を無視して、各駅停車がいる状態でダイヤを組みます。これは動画の都合上での処置ですので、皆さんは各駅停車を撤去してから組みましょうね。各駅停車がいる中に、特急列車をぶち込みます。特急は先ほどと同じパノラマカーですが、4両に短縮しました。停車駅も先ほどと同じで、A、B 駅とします。各駅停車がいるので、停車時間は変更します。特急列車の運行計画を開く前に、各駅停車の運行計画を確認します。A 駅の発車時刻が、12時5分。B 駅の発車時刻が13時5分となっています。これは発車条件を、発車時刻に設定しているからです。
この発車時刻は、設定した時間になると発車する仕組みです。P 駅の設定を見てみましょう。これは6時5分から1時間間隔で発車することを99回繰り返す設定になっています。少し詳しく解説します。画面の発車条件を発車本数以外はそのままとします。仮に発車本数が1回ならどうなるのか、答えは簡単。6時5分しか発車しません。発車本数が2回なら、7時5分発が追加されます。3回なら8時5分発が追加。つまりこの発車時刻というのは、発車時刻が起点とする時間、繰り返し時間が何分おきに発車するかの間隔、発車本数は繰り返す回数となり、これらを組み合わせて発車時刻を決める設定となります。なので毎時何分に発車という設定をするときには、この設定を使います。このダイヤはまさにその通りで、毎時5分に発車する設定となっています。この発車条件は覚えておくと、後々便利ですよ。さて、話を元に戻します。各駅停車は、A、B は毎時5分に発車、それ以外の駅には2分停車して発車するダイヤです。ここに特急列車を走らせるのですが、全体的に距離が短いので、余裕でぶち込めそうです。早速特急列車のダイヤを組んでいきましょう。停車駅は、先ほどと同じく A と B 駅です。先ほど各駅停車が A 駅を毎時5分に発車していました。なので特急列車は、その各駅停車よりも5分早い時間に発車します。つまり A 駅で待機する各駅停車を、後から来た特急列車が抜かす。こんな感じのダイヤにしたいわけです。通過駅の設定も行います。もう一つの停車駅の B 駅は、先ほどと同じく5分停車にします。さてダイヤの設定も終わったので、少し特急列車を眺めてみましょう。12時ちょうどに発車。時間指定が効いていますね。後続の各駅停車も発車。特急の後を追うように走ります。特急列車が B 駅に停車。5分停車します。F 駅を通過し A 駅に戻ってきました。各駅停車との衝突はありません。このまま周回させても大丈夫と判断したので、A 駅の発車本数を99回に変更。営業時間内は毎時0分に発車するように設定しました。この後も各駅停車にぶつからないか確認します。追加で2周しましたが、問題ないようなのでこれで完成です。さてこの毎時〇〇分に発車のダイヤですが、これはパターンダイヤと言います。このダイヤは話すと長くなるので手短に話します。今表示しているようなダイヤがパターンダイヤと言います。このダイヤを採用することによって、複雑なダイヤを組めたり、本数を増やすことができます。前作での毎時12本ダイヤも、パターンダイヤを採用しています。今回のダイヤでは、このパターンダイヤを採用しないと、特急列車が各駅停車にぶつかってしまいます。特急が1周するのに約40分、各駅停車が約55分なので、ただ回るだけの環状線では追いつかれてしまいますね。なので A 駅と B 駅で発車時間を指定していたのです。距離が保たれるので、1周目でぶつからなければ、その後もぶつかる心配はありません。パターンダイヤに関しては、今後別の動画で紹介したいと思います。最後にこの特急列車を F 駅の横にある G 車庫に入れたいと思います。 G 車庫にこの特急列車を入れるには階層設定をいじる必要があります。階層設定は拡張設定でオンにしてからいじりましょう。拡張設定でオンにしたら階層のダイヤを組みたい車両の運行計画にある階層設定もオンにしましょう。その後に営業時間を選択します。すると階層時刻を設定できるようになっているのでここで選択します。ひとまず回送終了時刻を0時30分にします。一旦これで仮決定とします。正確な時間は車庫に入庫できた時に設定します。次に下側に2つ追加されたタブがあるので、その上の回送路線を選択します。回送路線は営業路線の設定を引き継いでいますが、自由に設定を変えて OK です。回送時の A 駅の発車条件を変更します。毎時0分だと停車時間が長いので、10分停車に変更します。A 駅から F 駅方面に走るので、折り返しの設定も行います。階層設定がしっかり反映されれば、折り返します。さあ A 駅へ向かいます。到着後、階層になり折り返すのですが、果たして。階層設定がしっかり反映され、無事に折り返しました。運行計画から、回送路線の設定を確認してみましょう。
G 車庫手前のポイントの進行方向が直進になっています。これを分岐に変更します。その後 G 車庫の進行方向と発車条件を設定します。進行方向は当然折り返しにします。発車条件は A 駅を午前6時に出発したいので5分前ぐらいに到着できそうな5時45分に設定。あとは回送開始時刻を先ほど車庫の発車時刻にした5時45分に設定すれば準備完了です。営業開始時刻ごと5時45分にするのも手ですが、営業路線から車庫の進行方向を折り返しに設定する必要があるので今回は回送開始時刻のみ設定します。G 車庫へ入庫する設定が完了したので動作確認を行います。無事に入庫できましたね。これで特急列車は毎日運用を終えると G 車庫に戻る運用になりました。以上が始まる A 列車での特急列車のダイヤの組み方でした。さて最後に特急列車のダイヤに関して一気にかつ簡単におさらいしていこうと思います。特急列車のダイヤ設定のおさらいです。10分ほどの動画ですが、特急列車のダイヤの様子はこんな感じです。というわけで特急列車を、はじまる A 列車でダイヤを組んで走らせようという趣旨の動画でした。はじまる A 列車を機に、ダイヤを組むという方も少なくはないと思うので、こういったダイヤ解説動画を今後も出そうと思います。機会があれば今後も参考にしていただけると嬉しいです。この動画についての質問、感想、鉄道のダイヤの疑問などがあればコメントをどうぞ。こんなダイヤの解説をしてほしい、みたいなコメントでも OK です。10時間のご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしく。それでっぱ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録を、ゆっくりしていってね。